うわ、すごい狭めですが、うん、お願いいたします。はい、いただきます。いいなぁ。いや、それいらないんだよな。ちょっとアングルが悪い。いやいや、ちょっともろ丸見えになっちゃってる。あんまり緊張しない。夏だ。いつかさ、いつか公園で一緒に飲もうよ。公園で。すぐ酔っ払いそうだな。公園で飲む YouTube チャンネルやってください。見ましたよ。あ、見た。ダサいでしょ。めちゃくちゃ言う。いやー、暑いな。雨じゃなくてよかったね。え、雨じゃなくてよかった。いや、よかった。めちゃくちゃ天気良くてよかった。気持ちよく楽しくできそう。まずは買い出しに行ってこよう。太一くんですけど、レモンサワー。レモンサワーしてる。もう2年ぐらい経ちましたもんね。経ってるね。早いね。あっという間。待ち。やばい、すぐ汗出る。もうジャケットで書いてくれたやつですか、これ。そう。いる？かっこいい。それだけで。いや、取れてる。久しぶり。いいなぁ、両方欲しいなぁ。やばい、めちゃくちゃしみる。久しぶりすぎて。住めるでしょ。なんでブラジャー。いや、なんかさ、使えるかなって思って友達からもらったんだけど、ちゃんと洗濯してるから。試しに嗅いでる。いや、何人からいいの。人んちの洗剤の。そう、人んちの匂い。わかるでしょ。友達のブラジャーの匂いかかしてる。 あ、着替えないとだ、おせつさん。何かけます、はい、やべ、もう酔っ払ってきた。確かに目がふわっとしてる。早っ。あれ残ってましたっけ。あれあるのよ。あれあるんだ。あれ残ってんだ。俺が頑張って右腕で書いたの。スーパーバイバイで。バイバイつってバイバイが早すぎて。そうそうそう。あ、 YouTube 始めましたって。ん、来なきゃいけないんだった、忘れてた。 YouTube 始めました。切れません。包丁みたいに。あ、これやんの。どうやってるんですか。すげえ。めちゃめちゃ簡単に切れる。何もできん。情けない。信じられない。踊ってばっかりいたから。何色使おうかな。色の選び方も絶対その時の、そうなんかあったよ、ね、感情とか精神が出てきますよね。ほら、フルーチェ。フルーチェ知ってる？作ってワクワク、遊んでワクワク。あ、そうそう、懐かしいね。ワクワクさん好きだったんだ。結構、ドゥルドゥルだね。よく混ぜる。ここにどうやってやってますか？よく混ぜる。かけて。おー、すげー粘り。こんぐらいでいいのかな。注意点は
他の絵の具に他の色が入んないようにしないと。赤使った筆を黄色に入れるなんてとか言っといて、これ紫大量に混合した。そうだ、これ薄すぎます、もっと入れた方がいいですか、水が多すぎた方がいい。ちょっと薄いかな。これあの絵はこの絵の具を混ぜてる時からすごいワクワクしますね。アイデア楽しくちょうだい、遊んでワクワク作ってワクワク、遊んでワクワク作ってワクワク。今日はみんなも持っているこの画材で遊ぶんだよ。みんなお家にあるよね。ない？ないのか、普通ないか。今日は楽しい企画がやってまいりました。今日はですね、以前も一緒にやらせてもらったんですけど、僕が昔から着物の絵を描いてもらったり、あとあのチームラボっていうチームとプロジェクションマッピングで影絵っていうのをやったんですけど、そういう時とか影絵の絵とか着物とかを描いてもらっていて、でひょんなことから一緒にお酒を酌み交わす仲になり、そしてお酒を飲みながら絵をカキカキして遊ぶようになった、画家の橋原新平さんと今日は絵描き飲みをやらせてもらいます。新平さんです。大地くん YouTube チャンネル始めたの？そう、 YouTube チャンネルを作って、で、まあ、そこで舞台の作品を上げたり、うん、あとはなんかこういう風に、なんだろう、遊びでいいのか、俺とは遊びだったんだ。久しぶりだね、絵描きのみね。俺だに、なんつ絵描きのみ自体はもう3年ぐらい経ってるの、うん、うんうん、3年経ってる、2年半もっと経ってる、もっと経ってる。急に柏さんが誘ってくれて、飲みながら絵描こうよって言って誘ってくれたのがきっかけで、でお酒を酌み交わしながら描いてたら、もともと僕絵とかすごい好きだった、描けないんだけど好き でそれやってるうちに画家と俳優の二人展やったね、二人展って言って個展までね開くことになって、1週間二人きりで画家と俳優がね1週間一緒にずっといたら何が出来上がるのかっていうのをやったらね、やってたよ、結構思ってた以上に、うん、なんかいいのが名作ばかり。いやー、まあ、ということで今から絵描きのみという二人で飲みながら絵を描こう、インスタライブの方で、生配信も今撮影と同時に並行するので、ちょっとお見苦しいところがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。すごいしっかりしてる。じゃあ、大地から始める。あ、もう過ぎてる。顔めちゃくちゃ赤くなって笑っちゃった。こんにちは。こんにちは。乾杯。あす。何か描いてほしい題材はありますか？なんでアマビエ？鬼。オイラン描ける？オイラン。オラオイラン？オラがオイラン。富士山かける。富士山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 。三越大地といえばね、日本の宝だからね。富士山ぐらいわけなくかけるでしょう。富士山。あ、これで混ぜちゃった。よいしょ。舞台やるときにさ。背景富士山とかあるでしょ。ありますね。あるよ。もう早速筆をあんま使ってね。富士山です。絵描くのが2年ぶりだっけ。2年ぶりです。2年か。いやでも前の絵描きのみより喋ってないよ多分。いやめちゃくちゃ集中しちゃってるわ。どうしたの心の余裕は。やべえ、なんだこれ。
まずいな。あと、すでに太一くんはめちゃくちゃ、めちゃくちゃでもないか、ちょっと飲んでるんで割と酔っ払っているそうです。こんな感じで確か違った。え、誰これアマビエでしょ、どう見ても見える。うわ、こうでしょ、アマビエって絶対繋がれ、あら、繋がれ、こっち、繋がれ、ね、できたできた、アマビエ早乙女太一作、アマビエ顔まで描きたかったな。アマビエっていう存在なんだね。こっちがお尻じゃなくって、ああなるほどね、こうか、こっちに顔が、はい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 、あーそれでかいので描いたらかっこいいと思う。顔描きたかったな、うん、はみ出しちゃった顔が。すげえ。竜と弁財天、そう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 、竜はお題としても、はい、はい、こっちどう、水つけといて、はい、遊んでワクワク作ってワクワク、遊んでワクワク作ってワクワク。半分数略を書いている途中で、この後僕らがクロスして、お互いの上からね、完成に向いてたらすげえいい絵になるんじゃないかなと思って。よく描けてんじゃん。マジ？あーすごい。飛んでる飛んでる。できた！じゃーん！絵描き並み朱雀の完成！いいなぁ、かっこいいなぁ。
羽ばたけ羽ばたけいろいろ羽ばたけ完成。かっこよくない？すげえ好きな色合いだな。色鮮やかに羽ばたくことができた。じゃあ楽しかった。お疲れした。いやもうちいちゃんになっちゃったよ。鼻毛がすごいんだよ。鼻毛疲れた。いやあのさ、1日前2日前にさ、ちょっと緊張してますって言ったじゃん、はい、その後俺も緊張しちゃって。いや俺の緊張が映っちゃった。いや映っちゃった俺だって舞台の時マジギリギリまで寝てるんですけど、ただ11時出発だったら、うん、もう10時45分とか50分まで寝てるんですけど、うん、今日出発の3時間前に起きたよ。お風呂入る。寝ない寝ない集中と。そのぐらい緊張してました。でも意外と忘れてなかったね。いや忘れてた。前もやってて、あ、俺考えちゃダメだと思った。うん、何か笑わそうとしちゃダメだと思って。それ前すごい勉強になって、いろいろ通じるから、何かを表現しようとすると何か他違うことになるというか、考えるんじゃなくてもう思いなんか感情のままにというか、もう自分の体が動くようにとか思ってたのに、今日最初の1枚目の1枚目何書きましたっけ、なんだっけな、富士山富士山もう富士山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 で、またやってるうちに思い出してきた。そうだ、考えちゃダメ。バッチバチに頑張ろうとしてたね。かっこいいな。無理して書く必要はないけど、たまには F で拾いなさいっつうか、 F でに触れてインクの匂いとか、うんうん、なんか人の距離を保ちなさいとか、はい、人と密接に関わるなって言ったらそれは嘘なんだけど、僕らがやってるこれってさ、めちゃくちゃ密接じゃん、感染しててもおかしくないじゃないですか。いやそれでも体の距離は今後も離れてたっていいけど、うん、心の距離だけは離れるなよって、うん、すげえ思うんだよね、うん、まあ舞台演じてて、舞台役者、ね、俳優やって、ね、今日、ね、撮影してて、舞台役者です。距離をもっと縮めたいっていう、その気持ちも含めてそうだけど、恐れることよりも、自分が思う中の正解が正しくって、うん、僕らがやりたいことやんないでどうすんのみたいな。それしかできないし、ちょっと悩んだけど、今日もこれはこれで正解かなーって、いい絵売ってんだから、それで十分じゃんって。いや、ほんと、嬉しかった。いい、やった。よかった。嬉しかったです。絵描きのミスルベーって言った今日この日は、俺にとっては、歴史的一日だもんね。うんうん、非常にいい一日でした。いやなんかね、いつもそうなんですけど、柏原さんと何かをするときはね、何か大きなことがあるんですよ、絶対。なんだ、例えば動画を自分で編集するとかも表現だし、うん、演出するっていうことに関しても表現なんだけど、大丈夫。でも体で表現する本能とも違うし、癖なのかなんか分かんないけど、癖が近いのかも、ね、うん、そうせざるを得ないというか、それしかできないから、表現する人たちを見る目が余裕があるからやってるっていうか、
そういう風に見られ方をするする人が多いんですよ。余裕があるからそういうことできるんだよって。でも俺たちはこれしかできないんだよっていうことだし、それは形は違えどみんなそれしかできないこと思ってるじゃないですか、うん、で、まあ、ステイホームって言ったって余裕がなければステイホームできないし、それすらもできない人たちがいるし、いっぱいいる。じゃあステイホームしてて何ができるかっていうと、やっぱすごい考えさせられるじゃないですか、うん、自分が今までやってきたことと、うん、で自分がやってきたことっていうのはみんなが足を運んでくれてお金を払ってくれて見に来てくれる、うん、その時間と環境とがあったから成り立っていることで、うん、だからそうすごいこういろいろやっぱり頭がぶわぶわっとこう考えてる。いや、俺ね、別に今と言わないけど、僕はむちゃくちゃ個人的だけど、お客さんに対して個人の返答を来てくれてありがとう。だから今言ってた話をそのまんまお客さんに言った方がいい、うん、ちゃんと、なんだろうね、ちゃんと届けられる確信があるまではこういう風にしますっていうのが、なんか言うのも、まあね、うん、俺の願いは、うん、もっと電波が多くなる、すごいざっくりする、電波の世界が多くなる。俺ちょっと機械を感じられるんですけど、俺の感覚の話なの、うん、電波が多くなる、うん、電波での仕事と電波での世界、電波で出来上がることが多くなる。だから俺たちがやってるのは生身、まあ、僕は舞台だから、うん、直接的なものというのは少なくなって、どんどん電波が行く。でそうなった時に、でも俺は絶対に直接的な関わりね、心の距離と体の距離が今よりも貴重になる。なくなっちゃうから。だからそれは絶対にやり続けなきゃいけないし、でもそれだけをやってても、もう世界は変わるから。そっちにも何か自分でちゃんと届けられるところをちゃんとどっちも作っておかないと。わかる、すごいいけないなと思って。すごい複雑になるけど、すごいし人間的にはシンプルになる気がしてるんです僕。会えないとか、なかなかそういう環境の中でじゃあ何がしたいかっていうのも明確になるし、今まで当たり前にやってたことが当たり前じゃなくなった時に、あ、やっぱこれがやりたいんだなとか、うん、これなんだとか、あとはこれしかできないんだっていうことも分かって、うん、俺は俺のやりたいことをやるっていう決めてるから。タラッタタラッ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 タラ全然わかんない。これ家持って帰ってこれどのぐらいで乾くんだろう。本当にこれ撮影で使いたいな。全体垂らすなら上からさらに垂らしてもらったら、いやー安心した、すげえ緊張したんだよな今日も。